閉じ込められた姫様がいました。愛し愛される人が現れなければこの呪いは解けないのです。夢と現実と記憶の間をさまよいながら、お姫様はその足で一歩一歩塔のてっぺんへ。そしてThank you.
か、皆さん楽しんでますか？ね、めっちゃ楽しそうだったから、よかった。よかった。あのね、こう、なんだろうな、みんなで楽しめる空間にね、今日は、まあ、この鳥っていう形ですけれども、協力させていただけて、本当にね、私たち嬉しいです。ありがとうございます。せっかく集まってくれたから、みんな最後まで楽しんで帰ってください。
松本のアレックスで、ね。
磨こう。どうもありがとう。じゃあ準備はいいですか。いっちゃいますよ。逆さまや。ありがとう。Yeah.